皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日は新企画、願いが叶うタロットカードということで、タロットを使ってあなたの夢や願いを叶える、そんな内容をお届けします。今回はあなたの運命の人、ツインレイの特徴ということで、タロットでリーディングしていきたいんですけれども、運命の人、運命の相手、これはスピリチュアルではツインレイと言いますけれども、自分の意中の相手がツインレイなのか分かりませんとか、あるいは今の相手が運命の相手なのかどうかいまいち分かりません、どうやったらツインレイかどうか分かりますかっていう声や、自分はツインレイにいつ出会えるんでしょうかという質問をいただくことが多くてですね、これは結構タロットカードと相性が良かったりします。このチャンネルではタロットに全部を委ねるとか依存するといったことは一切しません。でもタロットは潜在意識にあるものを引き出してくれるのは確かですし、タロットでリーディングした内容に行動と意識を合わせていくことで、引き寄せの法則とか宇宙の法則、意識の力が働いて運命の人に出会う確率を上げたりだとか、意中の相手がいつの間にか運命の人になっていたなんていうことですね、そういう展開を引き寄せることができたりもするんですよね。なので、もしこの願いが叶うタロット企画を多くの方に今後気に入っていただけたら、このチャンネルでも継続して、恋愛のこともそうなんですけれども、お金のこととかお仕事の成功のことについてもまた上げていきたいなと思いますので、ぜひためになったとかヒントになりましたとか、この企画好きですっていうことをもし感じられましたら教えていただければ嬉しいです。できるだけ多くの方のお役に立てるような動画を上げていきたいと思っています。はい、それで今日の願いが叶うタロット企画ですけれども、テーマはこちらです。あなたの運命の人の特徴、あなたのツインレイってどんな人、これを見ていきたいと思います。3枚引きですね。すでに出会っている方も、これから出会うという方も、どんな人がツインレイなのかなという楽しい感じで見ていただけると嬉しいです。今気になる方、ツインレイかなと思われる方がいれば、その方に当てはめてみてもいいと思います。はい、それではこちらの3択の中からお選びください。左から A、B、C の順でリーディングしていきます。いくつか気になる方というか、A も B も C もなんか選べないなっていう方は、それぞれの選択肢を見ていただいて、で、その中から心に響く言葉だけ参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、全部見ていただいてね、その中から心に響く言葉だけ参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、まだ決まってない方、 A か B か C か決まってない方は、ここで一旦停止をしていただいて、一時停止していただいて、選んでいただいて、で、決まった方から見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきます。はい、それでは A を選んでいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずこの1枚目のカードで A を選んでいただいた方のお相手様の特徴や性格を見ていきます。で、もしその中に外見のヒントがあれば、そのあたりもしっかり見ていきたいと思います。はい、で、1枚目がですね、ワンドのナイトが出ました。で、今回はですね、ツインレイ、運命の人なので、ツインレイっていうのはあなた自身にも似ている、すごく似ているところがある可能性が高いんですね。なので、この今から話す内容っていうのは、あなたにも共通している特徴がここに現れているかもしれません。はい、その場合はご自身のこととして聞いていただいても大丈夫です。まず一番初めの印象はですね、この方はすごく自信に満ち溢れていて、魅力的でモテる方なんじゃないかなと思いました。もしかしたら外国人の方かもしれません。年齢的には30代もしくは年上だったとしても、かなり若く見られるタイプ でさらに行動力があるタイプなんじゃないかなと思います。何か明確な目標があって、今まさにそれに向かって突き進んでいるといったような感じがします。性格は裏表がなくて、信頼できるお相手ですね。で、見た目の特徴なんですけれども、これは男性でも女性でも、身につけるものにこだわりがある、特にビジネスのシーンで、高級ブランドの洋服なんかを着てそうなイメージですね。あとは、大きいアクセサリーを好んで身につけていることもありそうです。まあ、大きいアクセサリーとか、あとちょっとこう特徴的な、こだわりのあるアクセサリーを好んで身につけていることもありそうです。まあ、なので外見はちょっとイケてるというか、派手めの方かもしれません。まあ、美しい方、かっこいい方って感じがしますね。
で身につけているものについて褒めてあげると結構ご機嫌になるタイプなんじゃないかなと思います。で職業なんですけど、個人ですでに事業をしている、もしくはこれから独立したいななんていうふうに考えている方ですね。会社勤めをしている人じゃなくてフリーランスで自由に働いているっていうような感じの方、もしくはそういうふうになりたいなと思っている方ですね。ご自身の才能とか資質を生かしてすごくお仕事をされている方なんじゃないかなと思います。でこれワンドのナイトなんで情熱的で何事にも一生懸命取り組む方ですね。でいつも移動されているような感じも受けます。例えば旅行が好きだったりとか、あとは旅行じゃなかったとしても出張が多かったりとか、お仕事でちょっと今のこのご時世どうかなという感じはするんですけれども、日本と海外を行き来していたことがあるとかですね、あとは独身の方の場合はですね、今は結婚して落ち着くっていうことよりも、こう自分のやりたいこととか自分のお仕事とかね、目標に夢中だという、そういう感じがあります。この方と一緒にいるとすごく楽しい方だとは思います。話題も尽きないというような方ですね。はい、ではこの A の方の2枚目のカードでですね、あなただけに見せるサインを見ていきましょう。あなただけに見せるサイン。はい。これですね、デビルが出ています。このデビルっていうのはですね、なんか不吉な風に思われるかもしれませんけれども、ここでは全く悪いことじゃないんでご安心ください。これどういうことかっていうとですね、もしかしたら出会ってすぐにドキドキするような、こうドキドキ展開みたいなのがですね、あるんじゃないかなと思いました。まさにこの運命の魂の結びつきが強いお二人だからこそ、お相手様は、この関係についてちょっとこう怖いっていう風にね感じることもあると思います。例えばあなたのことを知りたいとか、知りたいんだけど怖いっていうところですかね、この表裏一体な感じ、知ってしまうとのめり込んでしまうっていう風に感じていることもあると思いますね。そんな複雑な気持ちが浮かび上がってくるのかなと思います。はい、それであなただけに見せるサインとしてはですね、束縛するようなことを言ってしまったりだとか、あとはそういう態度を出すということですね。ちょっと気になって気になって仕方がないので、こう縛ってしまうような感じがありますね。この方は普段は束縛したりだとか嫉妬するような感じの人ではないんですけれども、ただあなたといるとあなたにはこう嫉妬心をね感じてしまうというような感じなんですよね。でこの方ご本人が一番びっくりしているというような感じを受けます。例えば昨日何してたのとかね、今何してるの的な、そういうちょっとこう行動を確かめるようなことがあったら、これは間違いないサインなんじゃないかなと思います。はい、それではですね、3枚目のカードいきたいんですけど、この A の方の3枚目のカードでお二人の関係のテーマを見ていきましょう。お二人の関係のテーマです。はい、こちらペンタクルの7、ペンタクルの7が出ました。テーマは成長ですね。これすごくいいですね。出会ってからお互いに魂レベルでの成長が加速する、そんな関係です。ここを感じればもう間違いないんじゃないかなと思いますね。でこのコインの山があると思うんですけど、これはお相手の方に現れる成長のためのテーマを表しています。でもこのコインの山なんで、これであれば超えられそうだなという感じがしますよね。なのでもし早い段階で、そのサイレント期間ってよく言うじゃないですか、ツインレイは一回こう別れて連絡が途切れるだとか、複数回別れてくっついたり離れたりを繰り返すとかって言いますけれども、もし早い段階でサイレント期間となってしまったとしても、あなた自身は安心してもらって大丈夫です。お相手様はそのサイレント期間の間に自分と向き合って、自分自身のこう成長を促すっていう感じなんですよね。例えばあなたに対する嫉妬心から解放されていったりだとか、何かこうエゴを抱えていたところを解消して戻ってくるというような展開になりますね。もしですね、恋愛初期の段階で実際には会う機会が少なかったとしても、
それに関してはですね、サイレント期間中ということじゃなくって、出会ってすぐの時なんかは、例えばその LINE とかね、メッセージなんかでオンライン上でコミュニケーションしたりだとか、そういうことがもしあるのであれば、それはサイレント期間ではなくって、まあお相手、さっきも言ったように結構忙しい方の可能性が高いので、まあ、そこはサイレント期間ということじゃなくて、実際に会わなくても LINE とかメッセージでやり取りをして、こうお互いのこうつながりが感じられる、まあ、そういう関係からスタートすることがあったりだとか、もしくは途中でそういうちょっとこう物理的にはあまり会えないけれども LINE とかメッセージでやり取りをするという関係になることがあるのかなというふうに思います。まあ、でもお相手様とのこのつながりがですね、感じられている限りはそれはサイレント期間中ではないので、それはですね、相手もしくはあなた、まあ、もしくは両方忙しい方なのかなというふうに思いますので、まあそういう、こう物理的に会えないということもあるのかなというふうに思います。でただ真剣に前向きにあなたとの関係について考えられている方です。例えばこれは恋愛だけじゃなくて、お仕事上の関係だとしてもお互いの良さを高め合うことができる、そういう関係ですね。うん、この点本当にね素晴らしいと思います。なので A さんを選ばれた方、 A のカードを選ばれた方のツイン霊、運命の人の特徴としては、外見が美しい、かっこいい、もしくは派手な方、そして仲良くなると若干執着してくるっていう方ですね。その後はお互いに高め合うことができる関係にどんどん進展していく、まあ、そういう間柄なのかなと思います。はい、 A のカード選ばれた方いかがでしたでしょうか。もうすでに出会っているという方も、まだ出会ってないかなっていう方も、この関係が素晴らしいものになりますよう、ぜひ大切に育んでいってください。お祈りしています。少しでもピンときたところを参考にしていただけると幸いです。はい、それでは今回ですね、A のカードを選んでくれた方のリーディングは以上となります。ご覧いただきありがとうございました。はい、それでは B のカードを選んでいただいた方のリーディングを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。この B を選ばれた方、エースが2枚出ています。これね、これすごいんですよね。はい、これすごいです。まずですね、この1枚目のカードなんですけど、これはね、さっきと同じようにお相手様の特徴とか性格を見ていきます。もし外見のヒントがあれば、そのあたりもさっきと同じようにしっかりと見ていきます。で、さっきも言いましたけれども、ツインで運命の相手なので、今からお伝えする内容はあなたにも共通している特徴が現れていることがあります。はい、はい、それでですね、カップのエースの逆位置が出ました。カップのエースの逆位置です。これはですね、お相手の方は本当の自分を出すのが怖いと言っています。何か例えば過去に受けた心の傷が今もあるのか、ちょっとね自信がなさそうに見えたりだとか、なかなか他人に心を開かないということもあるかもしれません。なんですけど、これ開かないというよりもですね、開けないんですよね。もしかしたらなんですけど、最近心を閉ざしてしまうような出来事が、お相手様にはあった可能性もあります。で、見た目的には色白で中性的な、そういうね印象の方で、例えばそれが男性だとちょっと女性っぽいところがあったりだとか、女性だったとしたらちょっとボーイッシュな印象があったりだとか、あとはですね、手に何か特徴のある方という感じがします。手が綺麗とか、ツイン霊の特徴として、まあ、手にね何か共通点があるっていうことも考えられますね。で、職業はですね、手を使って何かを作るお仕事ですとか、またはこういうものもありえますね。厳しいルールのある職場といったように、ちょっとこう自由の少ないご職業についているかもしれません。あとは働いている時間が長いとかね、まあ、自由業だったとしても働いている時間が長いとかね、そういう可能性もあります。内面的には自分に対して厳しい面を持っていて、常に理想を追い求めているところもありそうです。すごく志の高い方という感じがするんですよね。これお仕事のことなのか、ご自身の内面のことなのか、ちょっとわからないですけど、もう一つ挙げるんであればですね、何か枠の中にいるのかなっていう感じもします。このカップから溢れている水っていうのが枠に見えるんですよね。で、その枠から抜け出して新しい自分になろうと努力されている、
はい、あとはですね、カードからの印象ですと、すごく繊細な方で、人のこうエネルギーにも敏感な感じがします。なのでもしかしたらちょっと HSP とかかもしれないですよね。人の気持ちにすごく敏感で、とてもピュアな心の持ち主です。本当に純粋な方だと思います。でツインレイは、ツインレイ運命の人っていうのは同じエネルギーをお持ちなので、あなたと同じエネルギーをお持ちなので、なのであなたもこれと共通したエネルギーを持っていることが考えられます。はい、それでは2枚目のカード引いていきますけれども、2枚目のカードでは A さんの時と同じように B さんがあなただけに見せるサインを見てみましょう。はい、ワンドの6の逆位置が出ました。ワンドの6の逆位置ですね。これですね、1枚目の時に出ていた普段は隠している本音の部分をあなたに見せてきます。結構葛藤を感じていたり、頑張りたいけれども頑張れない何か理由があるようなんですよね。もしかしたら頑張ってきたけど想像とは違う結果に落ち込んでしまったりだとか、まあ、もしくはそういう不満不安があるのかなという感じがしました。でそんな部分を打ち明けたりしたら、でまあ、そういうどちらかというと自分の弱い部分ですね、そういう部分をあなたに打ち明けるというようなことがあったら、それがサインなんじゃないかなと思います。あと、出会って初めのうちは自分から声をかけたりアクションをする、アクションを起こしてくるというよりかは、あなたに対してはこう受け身でちょっと控えめな態度で接してくるのかなと思います。なのであなたの方からアクションを起こすと、このこういう方に対してはですね、あなたの方からアプローチをするとこの方は安心して心を開いてくるんじゃないかなと思います。あとは例えばあなたの方から何か困ったことのね、相談なんかを持ちかけたりすると、この方はすごく意気揚々とアドバイスをしてくれるような方なんじゃないかなと思います。でそれはどうしてかというとですね、あなたの気持ちがちゃんとわかるからなんですよね。例えば過去の自分の経験と照らし合わせてみたりだとか、自分もそういうことあったなみたいな風に、自分もそういうことで悩んでて、それはこうやって乗り越えたんだよみたいな風にですね、感じられるような方なんじゃないかなと思います。なのでこの方普段は自信のなさとかネガティブな部分も見え隠れするような方だと思うんですけれども、あなたと接していく中で自信を取り戻して、でいろんなこう気持ちを経験しながら本来の姿に戻っていくことになりそうですね。はい、それではこの B さんの3枚目のカードでお二人のテーマを見ていきましょう。はい、3枚目はですね、豊かさの象徴ペンタクルのエースが出ました。テーマはギフトです。テーマはギフト、すごくこれいいですね。はい、でこのペンタクルは一つになった二人の魂のように見えます。あとは相手もしくはあなたが今までコツコツ努力してきたことがこう報われたりだとか、あと目に見える成果を上げられたりだとか、2人一緒にいることで宇宙からのサポートがたくさん入るというような関係ですね。ツインレイとの恋愛っていうのはドキドキしたりこうジェットコースターのように激しいというふうに言われていますけれども、この B を選ばれた方に関しては結構これ心穏やかに過ごしていけるんじゃないかなと思います。あとはエースが2枚出ていますんで、これはですね、数秘の観点からもちょっとね見ていきたいんですけれども、エースっていうのは1なんで物事の始まりだとか、あと自分にとっての未知の分野に踏み出すことを意味します。これからお二人で何か一つのことに向かって進んでいくとか、そうやってこう一生をね共にすることになるかもしれませんし、どっちにしてもこう一緒になることで全てがスタートしますよ、始まっていきますよというふうに言われています。さらにあなたはこのお相手様との関係の中でより一層自分のことを大切にできるようになる、そして自分のことを大切にできるからこそお相手のことも大切にできるようになると、そういうことをねあなた自身も感じるんじゃないかなと思います。鏡写しみたいにお相手様を、こう見ることができるということなんですね。はい、ということで B を選ばれた方のツインレイの特徴としては、中性的な外見で手に特徴があって、あなただけに本音を打ち明けてくれて、あとは穏やかにゆっくりと深まっていくような関係となりそうです。これ素晴らしいですね。はい、
B を選んでいただいた方いかがでしょうか。もうすでに出会っている方も、まだ出会っていない方も、この関係が素晴らしいものとなりますように、ぜひ大切に育んでいってください。少しでもピンときたことがあれば参考にしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回 B を選んでくれた方のリーディングは以上となります。ご覧いただきありがとうございました。はい、それではお待たせいたしました、C を選んでいただいた方のリーディング見ていきたいと思います。よろしくお願いします。この C を選ばれた方、すごい展開になりそうです。まずですね、この1枚目のカードでお相手様の特徴、性格を見ていきます。で、もし外見のヒントがあればそのあたりもしっかりと見ていきます。運命の相手、運命の人、ツインレイなんで、あなたにも共通している特徴がここに現れていることがあります。その場合はご自身のことだと思って聞いてください。はい、ですの逆位置が出ましたね。よくよく見ていただきたいんですけども、これはですね、特徴ではないんですが、お相手様、今さまざまな変化が起きている方なんじゃないかなと思います。例えば人間関係で誰か大切な人とのお別れがあったとか、それでどうしようかなって悩まれていたりだとか、お相手様にとっては思っても見なかった変化に、将来に対するですね、恐怖が出てきてしまっているのかなと思いました。ちょっと今は大変そうな時期なのかもしれないです。はい、で、外見的特徴については、決して弱々しい方ではなくてですね、強そうに見える方、健康的に見える方って言ってもいいかもしれないですね。内面でもちゃんと自分を信じることができる、そういう強さをお持ちの方ということです。はい、権力的なイメージもちょっと来たんですけれども、これはね、肩書きがどうこうじゃなくって、この方の歩んできた人生そのものが、他の一般的なね、普通の人とは違う特殊なものというふうにも見えます。何か特殊な、ところがあるという方ですね。で、外見的な特徴なんですけど、体型についてはですね、痩せ型だと思います。痩せ型で目に力があると思います。こう目元が濃いというか、目元がですね、印象的、ちょっとパッチリとして、二重だったりとか、クリッとしているとか、もしくは逆でこうちょっと鋭い目をしていたりとか、とにかく目が印象的な方ですね。で、一瞬ですね、ちょっと黒いものを着ているようにも見えたんで、モノトーンの洋服を好んでよく着ているということもあるかもしれません。さっぱりとした性格で合理的に物事を考える一面がありそうですね。で、感情に振り回されるっていうよりかは、結構その、クールな立ち振る舞いをされているんじゃないかなと思います。それにこの方はですね、動きにも無駄がないような感じがしますね。例えばこうバタバタするんじゃなくって、足音を立てずにこう、静かに歩いたりだとか、あと会話の中でも余計な話をするんじゃなくって、合理的にというか、言葉を少なめにコンパクトに要点だけ話せるっていうですね、そういうタイプかもしれません。なので、この方に関してはですね、仕事がとってもできるタイプだと思います。はい、それでは2枚目のカードいきたいんですけど、2枚目のカードはですね、あなただけに見せるサインを見ていきます。はい、これすごくいいんですよね。パワフルな力のカードが出ました。さっきの1枚目のカードで出たクールな印象と、その内側にはギャップがあるんじゃないかなと思います。お相手様は本当は愛情深い方で、例えば動物なんかが好きだったりすると思います。1枚目のカードでお相手様はこう、ね、骸骨として出てきたんですけれども、ここではですね、頭にお花があって、そして無限の愛、インフィニティといったものが出ています。なんかこう全然違うんですよね、この2つのカード。お相手様はあの手この手を使ってあなたに近づいてくるんじゃないかなと思います。で、あなただけにはいい意味でのこう無駄な動きをですね、たくさん見せてくるというか、はい、あなただけにはちょっとね、合理的なことばっかりじゃなくって、いい意味での遊びだったりとか、無駄に見える動きをたくさん見せてくると思います。もし2人の間に障害が何かあったとしても、この人自身が試行錯誤して最短でこう乗り越える方法を見つけ出すんで、そこはね、合理的な方なんで安心してくださいというところですね。
本当に、ね、頼りになる方なんじゃないかなと思います。でその時はあなたの方がお相手様の考えていることとか行動が、テレパシーのように分かると感じる瞬間もあるかもしれません。まあ、これもねツインレイとか運命の人の特徴ですよね。あと、お相手様がもしペットを飼っている方であればあなたにペットの話をしたりだとか動物を愛す動物を愛するようなねそういう一面を見せてくるかもしれません。例えばスマホの待ち受けをペットにしていることもあるかもしれないですし、なんかプロフィール写真を、動物の写真にしているかもしれません。この方のペットと、あなたの相性のね良さを試すようなことも仕掛けてくることもあるかもしれません。まあ、この方がもしペットを飼っていればなんですけどね、ペットとあなた自身の相性をこういいのかなっていうふうに、試すというか、まあ、確認するようなこともあるかもしれません。はい、それでは3枚目のカードですね。3枚目のカードではお二人のテーマを見ていきましょう。お二人のテーマはですね、人との絆を象徴するカップの2が出ています。これはめっちゃいいんですよね。これこそツインレイのカードです。対等な関係ということが、お二人のテーマになりそうです。恋愛でもお仕事でも最高のパートナーシップが築かれていくと思います。お互いに考えていることが分かってしまうので一緒に同じ目標に向かって進んでいったりだとか共に、心からの豊かさを作り出していける、そういう関係に発展していきます。何かお二人で力を合わせて多くの人たちに影響を与えていくだとか、たくさんの人のお役に立ったりだとか、それをすることであなたとお相手様の心も満たされていくということなんですね。で見方によっては、再会を果たしたツインレイによく頑張りましたねと、そういうふうにこう祝福されているようにも見えますよね。この二人の安堵している表情、ここにヘルメスの杖が書かれているので、このお二人はですねどういうことかというと見えない力で守られているということになります。ツインレイとしてはお互いにこう目覚め、まあこうまあ、ツインレイの統合といったものをですね体験したのかなというふうに思いました。なので恋愛に発展してもお仕事のパートナーだったとしても一緒にいるだけでお互いの使命を果たすことができる関係になります。 C を選ばれた方のツインレイの特徴をもう一度まとめますね。あなたから見て目が印象的 で一見冷たそうに見えるんですが実は愛情深い一面があって、で2人で協力していくことでたくさんの人たちに貢献していく関係となりそうです。なのでこれからがすごく楽しみなお二人なんじゃないかなと思います。 C を選んでいただいた方いかがでしたでしょうか。もうすでに出会っている方もまだ出会っていない方もこの関係が素晴らしいものとなりますようにぜひ大切に育んでいってください。少しでもピンときたところ参考にしていただけると幸いです。はい、それでは今回 C を選んでくれた方のリーディングは以上となります。ご覧いただきありがとうございました。これで今回すべてのリーディングが終了いたしました。今日も最後までありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。